葉の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。ばかりナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ、目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。